コンコン、マノです。みんなお疲れ。11月に入りましたね。配信開始しました。よろたのです。今日も告知をツイートするんで待って、このお茶割りを見て待っててください。コンです。今日はうるま会員初配信第68夜目です。前回10月末の金曜日が最後の金曜日が、あのあれです、リアルイベントぬるま湯会員配信1周年記念としてのイベントを開催してたんで、先週は配信でなく、あのリアルでね、ぬるま湯会員賞をしていたんですけど、イベントを開催しましてしていたんですけど、そんで今日は配信です。のでよろしくお願いします。2週間ぶりの飲酒配信ってことになりますね。配信で言いますとね。で、本日飲むお酒が、ちょっと待って、告知が間に合ってないので、このお茶割りを見ててください。本日飲むお酒こちら、これは宝焼酎の柔らかお茶割りです。柔らかなの？飲みます。コン、皆さんはコン、写真を撮っとくか、写真をつけて告知しますかね。だっておいしい。ちょっと配信告知中に顔作ろうと思って。はい、入れましたね。あー、いいんじゃないですか。告知をツイートいつも毎回消してるんで、一瞬だけ、あ、ツイートしてます。よろしくお願いします。はい、コン、マノです。みんな見に来てくれてありがとう。久しぶりの配信だからね、飲酒の配信久しぶり、飲酒配信久しぶりなので、今日の朝方なんか気分で配信してるけど、それもお酒飲んでましたけど、飲酒配信と題して配信するのは2週間ぶりなのです、なのでございます。このポーズかっこよくない？このポーズかっこよくない？これかっこいいかも。このポーズかっこいい。どう？このポーズかっこいい。ちょっと顔隠したいとき、片目だけ見せたいときに、片目、まあ、両目見るか。このポーズかっこいい。これからこれだけコンマノンですにしようかな。自撮りしとこう。自撮りする余裕ないんで、みんながスクショしてください。スクショしたら乗る前か印象配信のタグ付けてツイートしてください。頼みます。バイコン、ツツコン、ハロサボテンダコン、スーコン、ライトのお酒ね。そうなんです。
1年経ちますんですけど、10月でのり毎回飲酒配信が。で、1年経って、まあ去年も、普通に、去年は週に2回やってて、今年に入ってから、週1、金曜日だけの配信でのり毎回飲酒配信やってるんですけど、そう。1年分のね、お酒を毎週飲んで、人中で。まあ1年目はね、ちょっとライトなお酒というか、ちょっと王道めのお酒をセルフとしているのをね、ちょっと意識的にあるんですけど、なので来年からはもうちょっと、あんまりコンビニとかでもないようなお酒とかも飲んでいこうかなって思ってるよ。来年からはもっとね、そう。みんなにこういうお酒飲んでよって見せるためのお酒ではなく、自分が本当に単純に興味があって飲みたいお酒だけをセレクトしていこうかなって。でもそうするとね、ちょっと分かんない、お手軽さのお酒も含めてないと、全部結構なんかクラフトビールとかなるとちょっと高いじゃんね。そしたら出費がになるからね。髪の毛ちょっと濡れてるかも。濡れてるよね。ラッキーコーン、シラニャコーン、サトシコーン、見に来てくれて感謝です。じゃあお酒を飲んでくか。お茶割りです。人生でお茶割りはこれで飲むのが2回目なんで、あんまり飲んだことないんですけど、飲みまーす。歌手動画撮っとくか。ワンダフルコン。美味しいんですか？お茶割りは、なんか好きな人はいつも飲んでる感じ、イメージしない？好きな人はなんかいつも飲んでるよね。お茶割り好きって言って、飲む人多いですよ。コンビニで、買ってきた、さっき170円ぐらいでした。自分はこれ飲むの2回目なんで、味がどうだったかあんま覚えてないんですけど、お茶割り飲むこと少なくすぎて気があんまりなくて、今日なので飲んでレビューしたいと思います。じゃあほだら、飲み会にしよう。ああ、お茶だ。お茶だー。お茶を感じます。そうなのね、そうなんだ。ワンダフルさん、初見ですね。初見ですか？ ありがとう、見に来てくれて。RM、1907年生まれですか？お茶割りって、チューハイだと思うけど、焼酎なんね、お茶割りというのは。書いてある。一番緑茶の風味がそのまま楽しめる焼酎の緑茶割りです。焼酎を緑茶で割ってることをお茶割りって言うんだ。食事後に、ん？違う。お食事に。またお風呂上がりに。めちゃめちゃ今、ベストタイミングってことじゃん、自分。お風呂上がりです。またお風呂上がりにお手軽にお楽しみいただけますって。お風呂上がりのお手軽でいい。いや、飲んだことないけど、そんなお茶なんだ。そう、お茶感あります。で、焼酎感はむしろあんまり感じないかも。まあ軽く感じるけど、アルコールの感じも普通になんかお茶っぽい。いいね。飲みやすくて、お茶を感じられて、ちょっと和を感じたい時にいいんじゃないですか？お茶割り。夏とかね、畳の部屋とかに落ちてお茶割り飲んだらいいと思いますけど。和室でね。自分の部屋も和室ですけど。自分の部屋、4畳半なんですけど、
4畳半って言うと結構みんなにびっくりされるんだよね。もっと広く見えるって結構言われるんですけど、自分の部屋4畳半に見えない？見えないもんですか？こんな感じで襖が穴だらけなんですけど。はい。美味しい。美味しいですよ。今日金曜日なのでお休みだったから違和感がある。あ、そう、なんかそうらしい。今日は祝日で文化の日だったらしいです。あら、昨日ぶり。昨日ぶり？今日ですね。コロイシ？コン。白にはコン。さっき言ったかな。何？髪の毛濡れてる。髪の毛濡れてる。犬みたい。自分は犬とより猫派なんで猫がいいです。え、見えないんだ。8畳あると思って。へえ、じゃあ広く見えるんですね。4畳半ですよ。4畳半の部屋です。暮らしております。自室です。4畳半、4畳半。文化の日の日って美術館もいる。え、そうなんだ。最高じゃん。文化の日。でも1年に1回しかないもんね、文化の日ってきっと。そしたら1年に1回、めがけて美術館行ったらいいんだ。いいな、これからそうしたい。美術館ね、好きだけど。最近あまり行く機会ないので、行きたい。イコちゃんと同じだね。イコちゃんと同じ？何の件か？髪の毛は乾かさないといけない。この後。配信中に乾かしてたら嫌でしょ？嫌だよね。配信中に乾かすのはダメですね。かね。4畳半の偏見が。いや、イコちゃんも4畳半なんだね。そうなんだ。わー、美味しいよ。お茶あんまり普段飲まないんですけど、自分。たまにはいいね、お茶を感じるのも。自然乾燥、髪に悪いっていうね、髪に悪いです。から自分毎日ちゃんと、毎日ではないけど、お風呂入った後は、髪の毛濡れた後は、ちゃんとドライヤーで乾かしてますよ。毎日お風呂は入らないですけど。サトシの名字ってノーっていうの？ノーサトシ。濡れ髪、イケメンだな。ほんと？嬉しい。イケメンの方がいいな。イケメンがいいですね。どちらかというと。濡れ前か、男なんで。こう乾かしてないから結構濡れてるかも。今の状態結構濡れてます。ベッド置けない、ベッド置けない。敷布団ですね。ベッドあんまり好きじゃないんだよね。なんか敷布団が一番寝心地よくて、敷布団が好きなんですけど、なんかちょっと体が地面より浮いてると寝心地ちょっと悪くない？部屋のこの四角い部屋の中の空間で、なんかこの辺に自分が高さいるっていうのがちょっと、眠れなくて、ちゃんと地べたに張り付いてたいから、敷布団派ですね、完全に。みんなはベッドで寝てるの？でももし一人暮らししたらベッド置くのかな、自分も。一人暮らしのお部屋で敷布団ってなかなか
どうなの？ホテルより旅館派？そんなことはないかな。あ、ホテル泊まるときはホテルだからっていうので、別にベッドでも大丈夫なんですけど。自分の部屋ってなると、ベッドより敷布団派なの。マリチェンマルコーン。乾かした方がいいよ。みんな配信中にしてないから、そうだよね。もともとのオタク名に本名を追加して、こうなった。そうなんだ。の。敷布団だと虫が来たりしない、来るかもしれない。でもベッドでも虫来るくない？ クマとか、ハエトリグマとか布団の上歩いてたりするけど。ハエトリグマ好きだからいいんだけど。部屋で飼いたい。飼ってます。ハエトリグマ可愛いからね。ゴキブリとかは、ベッドも、敷布団も変わらず来るでしょ？他の虫って言ったら、ダニとかですかね。でもダニだってベッドでも来るくない？知らない。どうですか？どうなの？どうなのですか？お茶を感じる。家でクモと出会ったら挨拶してする。挨拶するんだね。いいじゃん。スルーは鉄板です。常識です。基本です。長野県ってゴキブリないんだよ。本当に？長野県って寒い地域なの？北海道ではゴキブリ見ないってあんまり言うけど、岩手とかもあんまり見ないって言うけど、長野県って寒いの？ピックで前髪を溶かす人。東京に住んでたけどゴキブリ見なかった。本当？それは最強だ。標高かな？高さ？そうなんじゃない？いいですね。お茶割り飲みやすくて糖質ゼロ、プリン体ゼロだしね。プリン体ゼロって書いてあるチューハイ久しぶりに見た。結構大きく書いてある。プリン体ゼロです。宝焼酎ね。柔らか、お茶割り柔らかを大事にしてるんだ。これ一番緑茶しようね。何これ。でも糖質ゼロって横にさ、米印で1って書いてあるんだけど、どういうこと？ 1 はゼロと同じぐらいだよって。これサバ読んでるってこと？プリン体ゼロのゼロは、横にめっちゃちっちゃく米印で2って書いてあるんですけど、プリン体2入ってるってこと？実は。ゼロって言ってるけど。え、これ本当に。ここの糖質ゼロの横にさ、糖質ゼロの横、ここ米印書いてあって、これ黒いここ、米印で1って書いてあって、プリン体ゼロのここの横に米印で2って書いてあるんですけど、つまりゼロじゃない。北海道以外はいるんじゃないですかね。あ、でもパウロン母上が岩手にずっと出身で住んでたけど、岩手でゴキブリ見たことなくて、東京に来て初めて見たって言ってたよ。ああ、思い出した。アルコール度数が高いお酒飲んでいたい。そう。
プリン体ゼロって書いてある、ストロングゼロをめちゃめちゃ飲んでいた時期がありました。コロイシさん、昔の自分を知っている人だ。でも名前久しぶりに、久しぶりなのか分かんないけど、名前最近見るようになったんで、最近見てくれてるんですね。一体どんな人なんですか。注釈で別のところに詳細ないし、あるのかな。あった。プリン体 0mg、 米1。おお、食品、米1って書いてたところは、糖質ゼロのとこは、食品表示基準に基づき 100ml あたり糖質 0.5mg 未満を糖質ゼロと表示。2、プリン体ゼロの2は、100ml あたりプリン体 0.5mg 未満をプリン体ゼロと表示。だって。じゃあ、もうほぼゼロなんだ。説明書きがあるだけのこの数字ね。つまり、ゼロでした。よくわかったね、注釈があるということを。よく知っていましたね。今日久しぶりにこのパジャマ着ました。かわいいでしょ？この何とも言えない、よくわからない柄のパジャマ。このパジャマを着ました。足もあるよ。明日3回体力持たせないといけないよね。今日は早く寝た方がいいなって思いました。あと明後日も3イベントライブ込みであるし、その次はソロデーの主催のライブもあるので、ここ明日からの3日で計7本イベントがあると思うと大変だね。そろそろ夜は寒くない？そのパジャマだと。めっちゃ分厚い布団があるから大丈夫。今のとこ。でも冬でも半袖着て寝てるから、自分。その代わり布団がめっちゃ分厚いんですよ。だから大丈夫。あ、美味しいかも、お茶割り。お茶割り美味しい。スタンドアローンは配信ないの、今回配信ないんです。ので、皆さん現地に来てくださいということでよろしくお願いしたいです。下北沢シェルターめちゃめちゃもう3年ぶりぐらいに経つので、めちゃめちゃ久しぶりに行くなって思って、全然覚えてない。楽屋の感じどんなだったっけ？ステージもどんなだったっけ？時計が、ステージの上から時計が見えるのは覚えてる。でっかいね。時計。シェルターの時計。あと最近街中で熊が出没してるけど、こっち山ばかりだけど熊見たことない。あ、そうなんだ。岩手は熊いますよ。遭遇したことないけど、遭遇、ニアミスで遭遇しかけたことあるので怖いですね。自然に生きる生物、山があるからあったりするから、夕方に山の上に行って帰ってきたら時間差でクマがそこで出没してた時があって、もし出会ってたらどうなっていたんだろう、自分って。これって死にかけた経験みたいなのって人それぞれもしかしたらあったりなかったりするかもなんですけど、こういう話って全然生きてるけど、ちょっと死にかけみたいな、ルートによっては死にかけるかもしれないみたいな可能性あるから、死にかけるエピソードに入りますか？こういうのってどうなんですか？
死にかけエピソードね。すごい。本当？あ、明日、明後日の件ね。もう丸一終日、終日が続きますから。スタンドアロー配信ないので。4回目の開催ですね。スタンドアローンシリーズよろしく。ね。11月3日だって今日。暦ジャンプしてから、もう3日が経とうとしてる。明日は4日になるって。下北沢であります。会社が中ベログにあってよく行ってたら、そうなんだ。下北沢、来てください。18時45分から開演だよ。あ、6日です。11月の6日です。この日はソロで、まあ、主催のライブでソロのアーティストさんをお呼びしてライブするので、自分だけちょっとアイドル枠でしたけど、になったんですけど、結果、ソロで出るので、今回は30分じゃなくて一応持ち時間25分なんですけど、25分にもかかわらず、曲数6曲、やるので、たっぷり、届けられると思いますから見てほしいです。そう。6曲用意しました。6曲できちゃう。やったね。お楽しみに。今日あったかかったね。あったかかった。冷房をちょっとつけた。カインコン。最近すごい体勢が良くなくて困る。すごい猫背になってる最近。トレーニングしてないからかも。最近猫背がひどくて困ってる。気がつくとめっちゃ首が前に出てる。特に話すことないね。適当に喋っていつも配信を終えているんですけど、まあ、お酒を飲む回なんでそんなテンションでいいですよね。それが楽しいし美味しいので、お酒です。あ、また首が、背中、猫背ですね。みんな何飲んでますか？お酒飲んでるんですか？今日休みの人いっぱいいる？皆さん今日お休みだったの？自分は今日のお仕事は乗る前か飲酒配信のみで他は何もないので、あ、でも家で一日家にいるけど、一日家にいてもう作業することはあったりするんだけど、まあ一日家にいるので気持ちは楽です。すごく一日家にいること、家が好きだからね。自分の部屋でずっと過ごすの好きだから、ね、仕事は してたかもしれないけど、もうあんまりしてないかも。してる？ね、毎回一緒配信は一応どちらかというとお仕事ですか？今朝作曲してたじゃん。作曲別にお仕事って感覚ない。なかった。お仕事と言ったら、なんかメールを返したりとか、あと主催の6日の準備とかをちょっとしたぐらい。ほぼ半分ぐらいは寝てたかな。下北沢が井の頭の方が近いの？出口。どっちだろう。井の頭線、
わかんない。井の頭線がどっちにあるかもちょっとわかんない。駅で。線の名前、線って普段意識あんましないからわかんないな。線の名前言われても、あーってなれない。自分がいつも使ってる線ならわかるけど、あんま使わない線のこと、わかんない。あ、でも、あんまり行かない場所だと使ってる線もわかんない。井の頭線もしかしたら使ってるかもしれない。もう飲み終わってしまうが、まあ、ちょうどいい感じで飲んでますけど、これアルコール度数何パーセントなの？酔わないね、全然。アルコール度4%でした。なんか、いいね。お茶普段あんま飲まないけど、お茶を感じたいなって時に、このお茶割りいいと思います。この配信を終えたら髪の毛を乾かしますんで、もうでも30分経った。髪の毛を乾かさないはいけない。みんな見てくれてありがとう。配信そろそろ終わりますか？11月の一発目の配信はお茶割りで過ごせてよかった。お風呂上がりにお手軽にお楽しみいただけますって書いてあるから、お風呂上がりのおすすめらしいですよ、きっと。お風呂上がりにいいと思います。自分も実際にお風呂上がり飲んでみて、お食事にもね、いいね。和食とかすごくいいんじゃないですかね。4%はマナちゃんにとってほぼ水っすね。明日の朝は寒いらしいので暖かくして。分かりました。どうやって暖かくしたらいい？どうやって暖かくしたらいいんだろう。頑張ります。じゃあ、いい文化の日になりましたって。よかったです。久しぶりの2週間ぶりで、前回はそう、飲酒配信じゃない、リアルイベントありがとうございました。来ていただいた方、満員御礼でできましたので、嬉しかった。みんなたくさん来てくれて、本当に本当にありがとう。1周年記念だったからね、みんな1周年お祝いしてくれたんだろうね、きっと。ありがとう。嬉しかった。スナック会で行い、やりました。開催しました。スナック会のマスター、会さんもお元気そうでしたね。自分と同じ誕生日の、来年の3月ぐらいにもまたちょっと訪れてみたいな、みたいですね。それじゃあ、スナック会楽しかった、よかった。みんなも楽しめてくれてたように思う。タグも使ってツールしてくれてて嬉しかった。それじゃあ、今週の一週配信ありがとうございました。また来週、来週は久しぶりかも。そんなことないか。日本酒を選びましたので、日本酒を飲みます。みんなありがとう。じゃあ、3連休の人は3連休を楽しんで、2連休の人は2連休を楽しんで、1連休の人は1連休を楽しんで、それ以上の人は、それ以上も楽しんで、仕事ばっかりの人は、お仕事を、ちょっと、応援しております。じゃあね。